武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは早稲田の文学部の英語の勉強について説明をしていきたいと思います。早稲田の文学部の英語ですが、大問が5つで90分で、長文の大問が 3題と、会話文そして英文の要約、英語での要約ですねの、問題が出てくるという形で、割と量はちょっと多めですね。で、文法系の出題は、長文の中にはもちろん入っていたりはするんですが、割と文法については、出題率があまり高くないかなというものですね。なので長文読解とあとは英作文の対策が、メインになってきます。で、文章そのものは、早稲田のレベルとしては、標準的、そこまで文章の難易度が高いというものではないですね。で、語彙も単語とかがそれほど難しいというわけではないんで、時間内にちゃんと読み切るっていうことが、できていれば、しっかり、解けるようになっている問題構成だと思います。で、使用する参考書としては、合格点とりあえずなんとか、取れるぐらい、最悪多少下回ってもいいなぐらいの状況であれば、まず絶対にやっておきたいのはマーチレベルまでの参考書は基本的に全部こなす、でその上で、ポレポレ、こちらは絶対にやっておきたいと。でさらに、会話問題の英会話問題のトレーニング Z 会の参考書ですね、こちらとあと英作文のハイパートレーニングの和文英訳編、こちらは、しっかり、マーチの参考書に追加してやって、それプラス過去問やっておけば一応、合格点なんとか争うとこまではいけなくないという状況、プラス文化構想の過去問も絶対やっておきたいという形ですね。他学部の過去問もできればやっておきたいところです。文学部と文化構想の過去問は必須でやっておきましょう。で、まずは、ポレポレを徹底的にやり込んでできるだけ早く正確にちゃんと訳せるようにして、同じことを過去問でもできるようにしていくっていうことが、長文問題に関しては非常に重要です。で、長文も毎回出方が割と、決まっているものではありますので、最初の空所補充問題に関しては単語そのものがわからないということはほとんどないとは思うので、品詞の確認をちゃんとして、で周りの文章から構造をちゃんと把握して、内容に適切なものを当てはめられるように、訳と、解釈、文構造の把握ですねでちゃんと、解けるように、していってください。で第2問の問題に関しては時間を使わずに解き切ることが大前提なので、ポレポレ徹底的にやり込んで、で文章の和訳の練習などもちょっと自分でしてみて、正確な訳取って選択肢も正確に訳せるかどうかを把握して、でその訳をもとにちゃんと正解を持っていけるかどうかを判断する。英文のまま捉えられる人だったら訳はしなくてもいいんですが、答えが当たるレベルの読解をできるだけ短時間で正確にやるっていうことを意識してやりましょう。で文補充問題に関しては、選択肢 の挿入の文章をしっかり正確に訳すことで、あと前後関係をちゃんと読み取るようにして、前後関係でどう判断すればいいのかを覚えるということをしっかりやっていくようにしてください。でおそらく、第2問第3問の完成度が上がっていけば点数は自然と上がっていくようになるとは思います。で会話問題は割と会話専用の、参考書1冊やっておけば十分対応しきるので、これは早めに対策して得点源にしておきましょう。で英文要約に、関しては割と、内容は、読んだ上で書くっていう部分なので、英作文ができないともちろん書くことができないんですが、英作文ができるだけで書けるわけでもないというのが、ちょっと難しいところですね。ワードとしては50字前後でまとめていけばいいとは思うんですが、基本的にここで出てくる文章自体はそんなに長くはないですが簡単ではないし、説明しようとするとちょっと難しいっていうのはあるので、まずは現代文などの参考書で日本語で要約の練習して、さらに英作文の知識つけて、余裕があれば、要約系の参考書なりを追加でやっていくっていうぐらいで、あとはメイン過去問でやっていくのがいいかとは思います。でさっき言ってたその英会話とそのポレポレと会話問題のトレーニングとそのポレポレと英作文のハイパーの和文英訳やった上で合格点確実に取りたいよって人が追加でやる場合には、単語のリンガメタリカ、そして、長文の英語長文ハイパートレーニングのレベル3や、やっておきたい英語長文の、700、さらに英作文ハイパートレーニングの自由英作文編、このあたりを、追加でやっていくことをお勧めします。あと
できれば多学部の学問をできるだけどんどん解いていくっていう形ですね。はい。まあ、で、まあ基本的な勉強法はさっき言ってた内容で、そのまま完成度を上げていって、時間内に取れる問題を増やしていくっていうのが基本的な戦略になります。おそらく点数の取れ方としては、第1問第4問が結構ある程度先に取れるようになってきて、2、3は時間さえあれば解けるという状況になってきて、第5問が割と手こずると。ただ第5問は早めに対策しておかないといけないんで、完全に切るというのもちょっと難しいので、早い段階から英作文と現代文での要約練習はしておいて、1問4問あたりが取れるようになってきて、2問3問もまあ時間かければっていう状況になってきたら、第2問第3問のスピードアップと、要約をしっかりかけるようにする練習をまあ同時並行でやっていくぐらいのつもりで、そこで合格点プラスアルファを稼げるようにしていくっていうつもりで対策すると、やりやすいかなというふうには思います。割と、ちゃんと終わりきる、だけ完成度上げていれば、比較的そんなに英語が難しいという学部ではないので、もしこれが点数合格に達しないよっていう場合だったら、さっき言った部分の中でもどこに時間がかかってたり、どこができてないからできないのかっていうのをちゃんと見て、そこを、一個一個丁寧に見ていった時に、例えば時間かければ正確に読めるのか、選択肢も含めてちゃんと読めてるのかっていうところですね、あたりからまずちゃんと意識して、解けない大問にそれぞれやはり特化した対策、文化構想と文の大問の、その部分だけを特化してやるような形で、一個一個、丁寧に潰していくっていうやり方をして、点数を引き上げていくことをお勧めします。以上が、文学部の英語の対策となります。